醤油焦がしチャーハンって知ってる知らない聞いたことはあるあのねなんかわかんないけど、うん、俺今まで醤油焦がしチャーハンって先週とずいぶん前と二回ぐらい食ったことあるんだけど、うん、なんで醤油焦がしチャーハンっていう、まあわ、うん、かんないけどめちゃくちゃうまいねあ、そうなんだあのー、どういう工程なんですかその醤油をいつ焦がすいや俺最後になわか,かんないけど最後に、うん 回すんじゃないかなと思って。あんまり味付けをじゃ味付けを薄くしといて、一番最後醤油でぶわってまあの熱い中にバーってあのフライパンの縁にふわって回して、ふわって仕上げるんじゃないかと思っそれが高熱でちょっと焦が焦げたところをいや焦げてないんだけど。焦げてないの？焦げてない。醤油焦がしチャー焦げてねえよ。 え？焦げてねっつってんだよ。じゃああのパンの縁で焦がしてそのふわっとしたもので包んでってことですか？だか,ええ、だから焦げてねっつってんじゃん。えどういうこと？<laughs> えなんでじゃしょう名前が醤油焦がしちゃうんと焦げてね。 フライパンの縁で焦がして、それは食べない。食べないの？焦がしたをからせるってことですか？で焦げて。何何？わかんない。何？何？だからそうば醤油を多分フライパンの縁に回して、そのなんかクワってなるじゃない？醤油がクワって、こうそそれだけでそれをかき回せるだけで、ちょっと薄醤油の色色がついてっていう。